Welcome to Gundam Online。どうもしりです。連邦で1日1戦ぐらいされるでしょうか。今回のデッキは強襲型ガンタクライターマー守備ジム水中ガンダム、水中型ガンダムが何かで当たったんで作りました。いい機体だと思います。てかまあ守備ジムいれば何でも回るかなこのゲームみたいな感じですね。今連邦は初めの話、指示が届きました。指示見ればとりあえずの。出撃する機体を選んでください。出撃する地点できるパターン。もしできるんだ、かっこいいな、ね、その色。ハイザック。なんか別ゲームみたい。その後ろの円盤が面白い。シャーザクだ。シャーズゴだ。レアいキャラ。水中最強の機体です。右からだと水中で戦えるんですけど、左からだとあんま水中で戦えないっていう、このもうちょい水中を増やしてほしいですね。ここね、みんな水中に降りてこないですけど、当たれば5000です。5000ダメージ、恐怖の水中ビームライフル。あ、ちょっと遠いんだけど、威力5000。ただバラけますけどね。ノーマルの方がいいんでしょうけど、ロマンを求めて私は F だと思ってます。ロマンですね。ちょっと音響を変えております。連邦だし、あ、スクリーンフラッシュ落ちた。どっかで聞いたことがある曲が多いと思う。もうちょい水中が多いといいですね。北水中ですけど、北日本作れるのと思うんですけど、
を制圧した。水なんか早い。もうガーベラだと徐々に下がってくるね。徐々に下がってくるんですよ。ガメラ自身が下がっていくから、こっちが追っかけると徐々にラインが上がっていくんですね。だけどガメラの前に立つ人もいないし、徐々に、まあ、こうなっていく。ガメラ多いでしょ。ガメラかこのなんだっけキベレかみたいな感じだと。あとためにギガギガ多いです。増えてきました。ギガンは消去法ですね。ギガンが強いっていうわけじゃなくて、他で戦いづらすぎて。ダメージに対してもうちょいなんか しないと、まあ永遠とガーベラでしかいない準備みたいには。バウは行きたいですけどね。ね、このガーベラ来ないですね。悪いってわけじゃないですけど、ただ内容は作れない。打って下がるのが、まあ、いやあいつの特徴だから、そういう戦い方になるんだよ。どう考えてどうやっても次はどうなったね、下がってしまう。分かんないんです。水から出ました。だから食人が動いてるんですね。簡単トップで指揮官いるわけじゃないの。誰しかもいないけど、なんとか合ってるっていう。 GP02 にビームコーティングつけるとか、それでもまあきついんですけどね。だから結局初期ジムがなぜ今日こういう強化されたかっていうと、ガーベラテトラの瞬間火力が高いから、それに合わせたんですよね。まあそうですか、考えられないですけど。意外とジオンもめんどくさいんで、いつものガオンを蝕んでるところですけど、ガベラも結構ぶっ壊してるとかですね。そのいろんな他の機体との絡みとか。他の機体との絡みとか強化しづらくなっちゃったんでね。まあだけどガーベルをそんなに使わない人間がすると、なんだこの火力ってなるわけですけどね。まあだけど順多いですよ。愛に強いとか愛に倒せるとか簡単にやれるとかっていうのは対戦ゲームは増えます。
格ゲーなんて昔からそのハメ持ってるキャラが強いです。強いっていうかハメとかエーパー持ってるキャラはみんな使うんですよ。他のキャラで一生懸命やっても結局勝つのはそっちだから。まあでガウの場合はそれが勝ちに直結するかっていうとそうじゃないんですよ。音楽がなんか眠くなってきた。やばい、戻そう。やばいやばいやばい、寝そうだった。かつて寝そうでした。まさか打ってたつもりなんだけどな。やばい、何もすることがないパターンだこれ。だけどガンもう完全に前出る気はないですね。以上受けてっていう感じ。4発で死んだ。4発で死にました。ガーベラ4発死。ひどいゲーム、火力ゲーム。火力おかしいから。ひどいゲームだ。ああだけどガーベに合わせるんですよね。陣営的なところで。ガン逃げ。ね、あれを何もできるすることないからさ。結果としてこの中に入ってまた。まあ、実際戦ってみると分かるんですけど、障害物ないと連邦でと戦うのちょっときついですから。だけど前に出る人が少ないからね。徐々に徐々に押してるでしょ。ガーブルしかいないじゃん。他の機体見ねえ。でもそれはガーブルが前行って下がって倒して、で他の機体はそれじゃないから持続火力で倒さなきゃいけないからラインが合わないし、違うしてそちらからやられてゲルグレムとかいたけど各国行きたかったんですね。構造的問題です。これからだからちょっと無理できるギガンとかが増えてる。一緒に一斉の背で行ける機体がないから盾も持ってないし、バウとか増えればいいんですけど、バウなんか超使いやすいんですよね。有用性がすごく高いんですよ。バウは高いんですよ、ね。ガーベラしかいないし、ガーベラ以外のところから死んでってんです。まあ、本当に分かりやすく今のガオンを表してる感じかなっていう。レーダーはダメになったか。誰しかもいないよ。純粋に普通にやって普通に負けてる。本当にガーベしかいない。そこら中ガーベ、もしくはキベレー警官。じゃあ両軍にもいるんだよ。じゃあ両軍にいるんだよ。ガーベラしかいないっていうか、ガーベラ以外から死んでってるんですね。
やべ、やることないぞ本当にこれ。うん、やることねえな。相手がもう完全に戦意喪失っていう感じだ。まあ、だけどそういうデッキを選んでるっていうのもあるんですよ。なかなかプレイヤー選んだ方がいいの。まあ別に、ただ今のご時世プレイヤーって戦いづらいっていうのはまあないくはないです。ビームライフルの有効性が高いようにガーベラの有効性が有用性が高いから使ってるんですよ。そこまでじゃないんですよ。突っ込みすぎちゃう。私のプレイスタイルにあんま合わない。上にいるぞ、助けてあげたい。あれは無理か。本当ガーベルしかない。すごい期待みたい。だからガーブレーガーが溶けるんですよ。今は溶けてる時代が瞬溶けするから、フットアンドウェイしやすいガーベルが唯一残っていくからみたいな。だからなおさらガーベルの技術が増えてくる。ガーベルとギガンしか見てない、まあ、僕は分析してるんですよ今の現状で。マップによってはジオみたい。だからいかにガーベルが多いかってことですね。ジオにってないんですよ意外と。まあ、連邦もそうでしょ、だいたい限られてる。百式人、まあ、百式かともかくゼータとか今まで100、まあ一色人ですけど意外と偏るんですよ。かなり偏ってる。その生き残ってるガーベルを潰していくとどん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 前線が下がっていく。よくやってくれた。その調子で頼むぞ。難しいね。まあバウがコスト360だったらもっと、うん、ガーベラと比べてね、ってなるんでしょうけど、コスト安いガーベラの方が扱いやすいしってなるんです。人間心理的に。でガーベラが今圧倒的にずっと多いから、結局さっき言ったようにじゃあバウ使いますって言っても1人や2人だったら確保撃破されてしまっているんですね。増えないといけない。踊ってる踊ってる扇風機だ。新得ですよ。仕方ない。ああいうレーズンとかね、いい機会ですよ。というのが、まあ、如実に現れた試合ですね。被弾面積もあるんですよ。ジオン全体の被弾面積でかいから正面からやるときついっていうのもあるし、で有効な射撃兵器がそんなないっていうガベラ、まああるんですけど、あるんですけど
使い担い手が少ない後継者問題ガーベラ以外の後継者問題本当にね、多分めちゃめちゃでしょ。ダメ、死なないけど倒せる。味方が死んでくるという感じの試合でしたね。まあだけど右側でまだ良かったですよ。いやだけど水中ほとんど戦えなかったけど、水中で本当は水ガンをキャッハーしたかったんですけど、そうならなかったですね。本当に良いでしょガーベラ。まあそれが悪いとは言わないんですけど、まあそうなるとこういうライン戦はきついよねっていう、こういうマップでガーベラはきついよねっていう昔から言ってるんですけど、これがナハトだった時期があったんで、みんなこのただ広いのにナハトで突っ込んでいくぞっていうのがあったんで、それはないでしょって昔はね。あなたがいなければ本部からの報酬が支給されました。その辺ちょっとどうにかしてもいいんじゃないかと思うんですけど、それ以外を使う、それ以外を強化するっていうのもあるんですけど、いや別に今でも戦えなくはない、ただあまりにも偏ってるから戦いづらいだけでと思うんですけど、どうでしょうね、どうでしょうね。私は言うてもそんなにガーベラを使ってる人じゃないんで、最近はなんかアクセント、まあだけど減ったかなと思ったんですけど、やっぱ多いですね、減ったかなと思って、じゃあ使ってみようかなって使ってるんですけど、やっぱガラベラだらけですね、まだまだ。改めて強くなりました。ギガンは仕方なく使ってるんですよ、あれは。あれは気象警報で使ってるんです。食事みたいに強い、まあもちろん小さくて、連邦の中、ジオンの中じゃ戦いやすいってあるんですけど、それ以外に無理して前に出れる機体が結構いないから、仕方なく使ってるみたいな的なところはあるんです。消去法的な使い方ですよね。まあきついと思いますよ、あれは。ガーベラ以外のデッキで来てる人が超きついです、あの構成だと。という感じでございました。まあね、脱ガーベラしなくてもいいけど、それ以外のも入れて、GP02 バーブ、レズン。まあレズンはいいと思います。レズン、ギラズールとかね。あの辺はね、割と戦えるんですけどね。数が足りないんです、数が。そんな感じでございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルイでした。